Welcome to Dusttime Summary. I'm at ROSQ Ren on Virtual Market 4. Today I'll show you a booth called Kirakumendo with the owner. Let's go. キラク面堂のオーナーシレンです。このブースではマギカボクセルというソフトを使った 3D モデルの展示を行っております。よろしくお願いします。荒屋敷ってこういう場所だよっていう発表がされて、和風で妖怪たちの住むなんか場所っていうコンセプトがあったので、そこに沿うように温泉街にあるあのお土産屋さんみたいな、そういうイメージで現代の中でもちょっと歴史情緒あるような場所を考えながら、あやかしの提灯だったりとか、なんか和風のキータンスだったりとか、そういうのをメインで作っていって、で最終的にこう外観作り上げた後にそこに組み合わせていった感じでした。こちらのゴシックな女の子アバターと、私がなっております大正ロマンチックなこういう女の子、そしてもう一人ちっちゃい可愛い妖精さんみたいな3人の試着ができますので、ぜひブースに来たら一度こうお手を触れてみていただいて、アバターをちょっとどんな感じなのかななんていうのを体験していただければなと思います。私が今着ているというかなっているアバターの名前がですね、立梨売り子っていう、毎回売り子役としてメインで出てくれてるので、売り子ちゃんって勝手に呼んでたんですけど、それが転じてじゃあ売り子で行こうってそういう名前になったっていう経緯がありまして、でもう一人ゴシックの子はですね、クレアシェーヌっていう名前になってるんですけど、女の子らしいクレアっていう名前とチェインっていう鎖をイメージして、鋼とゴシックの組み合わせみたいな、そういうイメージで作りました。こんな感じで目隠し用のような、それをこう着脱できるようにしておりますので、ぜひそちらも。こちらの子はアルラウネのアルちゃんっていう、こちらの変更できるペデスタル触れていただいて、変わっていただければもうそれで正式版っていうか、購入したのと一緒のレベルのセットアップがしてますので、ぜひアバターの髪の色を変えたいとか肌の色を変えたいみたいなことを考えている方がいらっしゃったら、こちらをお買い求めください。何より小物の数が多かったことですかね。こういう和風の場所に合うようなものを一から作り出すことになったので、このまあ提灯であったりとか一つ一つの家具とっても割と一個一個に時間がかかってまして、でそれを組み合わせることにもすごい時間かかったので、結果的にね完成はしたので良かったんですけど、もう途中で一瞬マジでこれ入稿出展できるかななんてちょっと不安になりながらも小物作ってた時間はありましたね。アバターよりもぶっちゃけ小物の方が時間かかってるかもしれないレベルで大変でした。まあ、ブレンダーだったりとか、そういう他のソフトを使ったモデリングよりも、ボクセルでするモデリングとか表現って、どうしてもこう、超えられない枠組みのような、そういう部分があるとは僕は思ってはいるんですね。ただ、縛りっていうのも逆に言えば、それも一種の表現方法なのかななんて思いながら、制限された空間の中でどれだけ自由に入れるのかなと。どれだけこう、いろんなことができるのかっていうのを自分自身でこう表現できたらな、そういうふうに思っております。ここで展示している家具とかも一式ブースっていうサイトさんのところで販売に出てるので、私の作ったブースを見て何か感じることがあったら、ぜひハッシュタグキラク面堂でつぶやいていただければ幸いです。 Thank you for watching. It was by Siren from キラク面堂. See you next video. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us comment and subscribe our channel. See you in next video.